理想の社会に探偵は不要か。教えてください。僕をこの島に呼んだ本当の理由って何なんですか？人生は全てミステリーだ。いついかなる時も謎を探してしまうのは探偵の性というものさ。私たちが推理のプロフェッショナルだとしたら、相手は殺人のスペシャリストだ。八つ崎港は私たちの訪れる数日前に島を訪れ、職員を全員殺害した。八つ崎港はこの洋館の中にいます。その通りだ。八つ崎港は私たちのすぐそばにいる。君が犯人なんじゃないの？もし犯人があの八つ崎港なら、一発で楽にしてやるよ。科学的に考えて答えは一つです。くそ、一体なんで私が協力しなければなりません？まさか嫌な気配がする。私も分からない。ピュアな答えだね。容器の気配。布尾君、動揺するのは分かる。落ち込むのは後にしよう。僕にも分かる。これが答えだ。だが探偵の仕事は悲劇を嘆くことではない。悲劇の真相を解明し、陰惨たる結末を覆すことだ。そうですよね。僕も早くなれるよう努力します。真相を解き明かしてみせろ。さもなくば全員八つ先にしてやる。だがそもそも探偵とは悲劇の後に必要とされる存在だ。我々が悲劇を前に起こしてしまっては誰が立ち向かうというんだ。私たち全員で追い込んでやろうじゃないか。この嘘にまみれた悲劇を終わらせるために。